直江景綱の一生。1509年に直江景綱の子として越後で生まれたとされる、景綱の経歴は、生年も推測で生年期まではっきりしていない。しかし初めは実綱と名乗っていた。父、景綱は飯沼氏の家臣であったが、越後で下克上を果たした守護代、長尾為景、上杉謙信の父によって、実綱6歳の時に飯沼氏が滅ぼされたため、以降は為景に仕えて飯沼氏の居城であった与板城も引き継いだ。31歳頃には主らと対立する、天文の乱、主、為景が傀儡としていた越後守護、上杉貞真の後継者に、陸奥、伊達胤宗の三男、時宗丸を迎える話が持ち上がり、初めは賛成していた為景であったが、伊達家の拡大を危惧して反対するようになる。その後、後を継いだ為景の長男、春景、上杉謙信の兄も反対する。しかし実綱は中条藤助らと共に一貫して賛成派で主らと対立した。だが最終的に計画は頓挫してしまう。その後長尾景虎、上杉謙信を支持し、実綱40歳の時に景虎が長尾家当主となる。春景は病弱で、景虎が名代として栃尾城に入っていこう。藤助らを中心に長尾家当主に景虎を推す動きが活発化する。実綱も藤助を支援し、最終的に景虎が長尾家当主となった。48歳から奉行職も任されるようになり、主、景虎の側近として内政に多く関わるようになる。同僚の大隈友秀が謀反を起こしたためであった。主の当主騒動で早くから支援していた実綱は景虎に信頼されており、以降さらに信頼されるようになる。その後も謙信の下で活躍し、53歳の時の回、武田信玄との大激突戦でも活躍する。川中島の戦い、第四次合戦、実綱は武田義信を敗走させたという。翌年には、正綱と名乗り、その2年後には、景綱と名乗る。67歳時点での上杉家軍役長には景綱には305人が付けられており、これは上杉家の序列3位であった。68歳の時には能登への遠征で赤道三条の守備をしたが、翌年に病死してしまった。去年69歳、景綱には後継者たる実子がいなかったため、娘、船と結婚していた婿養子、信綱が後を継いだ。しかし景綱没4年後に、信綱は領地をめぐる会談中に毛利秀弘に殺されてしまう。謙信も景綱没の翌年に死去しており、上杉家の後は謙信の養子、景勝が継いでいた。娘、船は景勝の意向で景勝の側近である樋口兼次と再婚。兼次が婿養子となり直江家を継いだ。兼次はその後、上杉家の命運を分けるようになる。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。